はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。7月ね、21日、もうね、3時半回りましたね。さっきちょっとね、なんかこうちょっとうとうとすんなと思って、あれしたんですよ。ソファーで横になってたらね、15分ぐらいまどろみましたからね。でも起きてきたらね、ふわっとしててね、なんかね、カツカツ仕事しようという気にならない。もうね、目がね、サボりですからね、何かと理由をつけてね、仕事をサボってね、ビールを飲もうとするわけですね。もう一人の事務所ですからね、いちいち怒る人おらへんでしょ、白い目で見る人もおらへんでしょ、楽やわ。昔ね、人を雇ってる時はそういうわけにいかんね。昼飯にビール欲しかったら、事務所の中ではなくてふーっと行って、で近くの寿司屋さんとか行ってね、お寿司頼んでビール飲んだんですけど、さすがに事務所の中ではね、勤務時間中は社長やからといってビールは飲めない。まあ6時頃になったらやってましたけどね。まあそれはいいんですけど。うとうとして起きてですね、まったりとした午後やなと思いながら、いろんなことをこう見てたんですけど、あれ見るんですね、ニュース、なんだかな、ニュースウィークのサイトを見たりするんですけど、で、なんていうか、それ本ちゃんのサイトがあるんですね、アメリカの。そこはどうやろうって見に行ったりするんですけどね、最近めんどくさいからね、全翻訳ってボタンピッと押すの。その方が楽でいい。昔そういう機能はなかったんですよ、実は10年ぐらい前はなかったの。だからアメリカの大統領選挙やとか言うたらね、もう一生懸命英語読んでたんですよ。で、お前英語読めんのかって言ったら、まあどうでしょうね、ざっとニュースウィークの記事なんか読んだら、ざっと読んで半分理解できるかなっていう感じですけど、まあ大体何が書いてあるのかなとか分かりますね。最近はね、あれカーソルを当てたら英語が翻訳できるでしょ、英語っていうか単語が分かるでしょ。そうなるとね、さっとこう単語を追いながら読んでたら6割7割ぐらい理解できるんちゃうかなという感じはしますけどね。まあね、これしかしね、考えたらね、僕ってね、私立ですけど、日本では英語できると言われてる、私立としてはね、できると、かなりできると言われてる学校2つ卒業証書持ってるんですけど、で、この程度ですよ。この程度。あかんやんってね、ほんまに。なんでやねん。まあ、僕、特別ね、実は英語苦手なんですよね、学校時代から。中学と高校のね、英語という教科があったでしょう。あれがね、僕3以上取ったことないです。2は取ったことありますよ。5段階評価ですよ。10段階違いますよ。5段階で。3以上取ったことないですよね。はっきり言ってね、もう超苦手。ね、なんであんなことやらなあかんやろうとずっと思いながら、高校の3年になった時にね、京都大学の院生の人が、まあ、家庭教師みたいなことやってくれて、これでなんとかね、なんとか受験をクリアしたわけですけど。いやいや、何やろうなと思いながら今までこう過ごしてきてる。で、私がやってきた仕事、今58歳ですけど、22歳で学校出て、今までやってきた中で、英語を求められたことは一回もないんです。英語で何かせん言われたことはないですね。ないですね。で、プライベートでそのね、その使わなあかんという場面に遭遇したことは何回かありますけど、まあでも普通に生活してる分にはね、何の支障もないっていう。たまに海外旅行行く分にも、まあ、あんまり支障はないわけですね。レストランで飯食ってタクシー乗れればそれでいいわけであって、何の支障もない。で、たまにここにまあ、昔は宴会やってたわけですよ、ここで。今はコロナではやってませんけど、ただ外国人の方もいらっしゃるのね、アメリカ人とかオーストラリア人とか。で、まあ、彼らは全員日本語が喋れるわけですね。というか、そういう人しか呼ばへんねん。呼ばへんねん。時々そういう人が、喋れへん外国人を連れてきますね、白人の。で、そういう時は通訳してもらうんですけど、まあまあ、その程度で。ところがね、最近ね、あれなんですね、もしかしたらね、日本語をほぼ喋れない人と、非常に、こう強制的に近しい関係になるかもしれないというか、ほぼなるんですよね。そしたらその方との会話は英語やし、その方の向こうにいらっしゃる方も英語母国語じゃないんですけど、共通語は英語なんで英語喋らないわけだと。で、まあ、
もう何年も前から分かってることなんでね、でまあ、何回か交流があるんで、だって喋ってるんですけど、まあまあ別にあれですよ、その用事を済ます分には問題ないし、まあ、Google 翻訳というものすごいのがあってね、これ家便利ですよ、ほんまに便利で、メールなんかこれでやり取りできるんですよ、ほんまに。まあそれはそれでいいんですけどね、一応ね、中学校高校ってね、6年間英語勉強してね、ほんで受験もクリアしてね、一応ね、一応ほんでもう2個2つ目の大学まで出て、合計何年やってんのお前英語って、もう10年ぐらいやってるわけですよ、教科としての勉強、それでこの程度、この程度で、よその国の人見るとね、そんなんね、5年6年どころか3、4年やっただけで喋ってはるんですよ。あの違いは何やねんと思うけど、何なんでしょうね、これね。だからいつも思うんですけどね、あの高いね偏差値をクリアしてるのにね、ほとんどの日本語の日本のね低宮廷の大学生でそれ英語喋れないですよ、実際のところ。上手な人もいますけどね、喋れない人もいますし、でもう同志社に限ってはね、僕は18歳から22歳までいた同志社の同僚で、どうでしょうね、卒業してから英語喋るようになったやつ何人かいますけど、卒業旅行って行ったんですけどね、ゼミの4年生の時に、その時にそうですね、満足に英語なんか喋れたやつ一人もいませんね。もう中は私が通訳みたいなことをしてましたからね、全然用をなしてないんですけどね、多分こんなこと言うてんやろみたいな、そのレベルのことやってましたけども、これ情けない話ですね、ほんまに。で、ね、ここに来るね、オーストラリア人にね、聞いたことあるんですよ。最初、例のありません、地方の学校に行って英語の先生やるっていう、プログラムが、文部省の、文科省の。それで最初、日本に来はったら、ね、そういう人結構多いでしょ、そのまま言いついてはるみたいな。そうすると、地方に行って、英語の先生が迎えてくれて、うちの学校へようこそってやってくるわけですね。だから、英語の先生とばっかり付き合いがあるわけですね、彼は。付き合ってきたわけですね、二十何年前、ですね。で、そう、彼らって英語喋れる人おったって、一人もいないって、情けない。中国地方の某県ですけどね、某割合地味な県ですね、もみじまんじゅうやったかな、違うわ、きびだんごの方や、きびだんごの県ですけど、一人もいなかった、ね、山奥も。まあまあ、それでもね、一応ね、まあ、流暢に喋れなくても、一応英語の先生やから、なんとか、コミュニケーションはできたんでしょうね。それで何年か言い張ったそうですけど、情けないと思いません？まあ、英語の先生ですよ。公立の中学か高校か知りませんけど、喋れないんです。ほんまに。多分僕より喋れへんのせいやるかと思いますけど、それで英語の先生なんですよ。それでね、英検だけは2級とかね、準1級とか持ってはったりするんですね。1級持ってはる英語の先生なかなかいませんけどね、これなんとかせなあかんのじゃんと言われても、僕は中学生ぐらいの時からこうそんな話をしてるでしょ。つくづく思うのはね、日本で教えてる英語ってあれイングリッシュちゃうで、あれ学校英語というね、日本独自の科目なんやで、役に立たへん、読むことにおいてわずかに役に立つ、読むことにおいてはね、で書くこともね、喋ることもね、聞くことも役に立たへん、なんかものすごいキメラみたいなね科目ですよね。で昔からではなんとかそれを直さなあかんということで、さっきのそのオーストラリア人みたいにネイティブを呼んできて、あれをやらそうと。僕だからね、自分の子供のね、そういう授業見に行ったことありますけど、授業参加って何の意味もないでしょ、あれ何の意味もないでしょほんまにやめたらええのに、あんなことやってもやらんでもね、子供の英語力関係ないですよ、ね、文科省の役人が考えるからああいうことになるわけですよ。なんかこの前来てここにいらっしゃったね、英語ネイティブっていう方がいらっしゃって、まあ日本人コーターかな、まあ、なんかどうも言ってましたけど、私が先生だったらね、もう教室閉めてね、一切日本語禁止するって言ってますね、怖ーって言って、それも嫌やなと思いながら、まあええわと思って聞いてたんですけど、まあまあそれくらいのことをやらんとね、使えるようにはなれないんでしょうね、きっとね。私今更使えるようになりたいとは全然思いませんけども、
周りの人が言うにはね、超インチキな、ね、英語を使ってるらしいですよ、私は。それでも通じてるからね、不思議でしゃあないって言われる。はたから見るとまるで喋ってるように見えるんですけど、やってる本人はもう超クソ度胸出してね、むちゃくちゃインチキ喋ってるんですけどね。まあ通じたらええやんっていう世界で。まあ、そういうことやってるんですけど、まあ自分のこともあるからね、なんとかもなんとかならへんのこれと。で、僕英語教育の専門家でもなんでもないし、自分が喋れるわけでもないし、使えるわけでもないんでね、偉そうなこと言えませんけどね、あれだけなんとかしてるよと、もうちょっとやりようがあるやろというふうにいつも怒っております。はい、そういう愚痴の話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。